藤原京太、小園海斗、吉田晃生、太田亮、これが全員微妙ってすごいよな。今年5年目やのに。小園が一番やな。小園ショートで OPS 0.7 超えてるぞ神やろ。一個下の奥川や佐々木の方がいいって言われてた不作世代なのに、甲子園の盛り上がりで豊作まで持っていった奇跡の世代。ネオは不憫すぎる。ネオはもともとプロとしてやっていけるかは微妙やったろ。話題性だけでドラ1までのし上がった男。小園は主にショートで通算 OPS 0.674 ならまあまあようやっとるんやないか。世代トップは戸郷か。万波の甲斐コンビの方が圧倒してるのすごい。2018年の大阪桐蔭組、今年の大卒組より普通にゴミじゃん。立浪の見切りが早すぎた。ネオは被害者だよ。太田は怪我が多すぎるわね。大卒がパッとせんかったのも影響あったんやろな。大阪桐蔭ブランドが崩壊した先般年。藤原ネオに競合したのすごいよな。節穴やんけ。ゆくゆく近本辰巳になるとされてた藤原が1年目の森下に負けてるの悲しいな。大卒組の野手が思いのほか逸材揃いだった七尾投手。吉田輝も戦力外に片足突っ込んでる感ある。ネオにしても藤原にしてもプレーがなんか雑なままプロに来てずっと変わらんよな。小園は毎年リセットされてね。前半戦ゴミのイメージしかないわ。花粉症か。野手は高卒プロ入りのメリット感じなくなるぐらい期待値下がったよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。